神道光雄の本コア体験談その3、はい、これは仕事場で一人で、仮眠していた時に起きたことなんだけど、半分寝てるか起きてるかみたいな状況の時に、右側の壁からこう何て言うかな、髪の毛みたいなのがふわっとなったやつがスーッと現れてきて止まって、俺が見たらくるっと振り向いたらドンとこんな顔が出てきて、あでびっくりして目が合っちゃって、すごい目玉があって、それがね、いきなり目が合ったらやばいと思った瞬間にぐわっと襲ってきて、それでまたしばらくこう球をつかむような感じでうわーっと戦って、もうその後はーっとため息ついてなんとか難を逃れたんだけど、わかんないんだよねこれ。それは動物？いや、わかんないんだよね。人間でもなく。人間なのか、なんか怨霊なのかわかんないんだけど、ほら、よくあの、業界ではシャドーマンって言うじゃないですか。はい、あれは、こんな目ないわけ、はい。さっきの黒い物体なんだけど、うん、これは、目が乱乱としてたのよ。振り返ってるのは、その時の、こっちの、うわーって思って、3人うわっと来たからね、それでしばらくなんかもがいてたんだろうね。鼻とか口があったないの、目だけ、目だけ。手はあったんですか？手も何もないよ。とにかくこれの目玉がもっと、この絵だと優しいかもしれないけど、はい、もっとすごい目だったのね。それがぐわっと来たんだけど、それがね、また家帰って話したら、もう何かも知らないけど変なのがいっぱい来るなと思って。それはその後なんか噛まれたとか、なんか、ね、あ、いいのなかった。ないです。ただもうこう、ああなんか助かったっていう雰囲気だったね。あ、うん、これは何年前の？これはね、多分これでも30年ぐらい前かな。30年ぐらい前、わ、うん、かりました。あとは怖いわけじゃないんだけど、仮眠してたら、一人で仮眠してたら、ピタッと手、誰か触ったんですよ。え、誰？って目開けたら、ここに片手が入って、子供のあの影みたいのがこっちにふわっと、要するに側転したような感じで行ったのが、このイメージでこんな感じね。はっきりピタッとこう、それで目覚めたんだから。誰もいないし。これ目開けたら黒いのをまたいでいったんだね。ご自身の顔を、うん、側転みたいに。はっきりね、ピタッと。あれ誰だろう、これって思ったの。で、子供の手なんだよね。こういう経験ってなかなかないよね。はっきりしてるしね。これ、食感っていうか、あれがね、はっきりしてたんだけど、こういう風にやって。子供とはわかるけど、また明確な顔ではない。顔はないけどね。だからね、なんかあるんだよね。だからこの他にも、あの、うちで寝てる時に、いきなりまた襲ってきて、一人でぐわーっと埋めてると、うちのがパシッと肩叩いてくれて、ああ、助かったって言って、この何回かあるけどね。だから、霊感がない人から見ると、俺が一人でのたうち回ってうなってるのを見ると、パチッと叩いてくれると、パッと助かる。そういうのは、まだ他にもあるんだけど、なぜかわかんないけど、多分、遡れば、小学生の時に、千葉の小手橋の田舎ってところで、裏山のところにお墓があって、そのお墓のところに死の実があって、あ、死の実を食べると美味しいから取りに行って、上見て歩いてたら、いきなり足が、右足がちょろっと膝用の上ぐらいまで潜っちゃったのね。なんで、ああやばいなと思ってふっと足上げたら、まだ髪の毛の白っぽいのが残った頭蓋骨が一緒に出てきたのよ。あれだって怖いよ、小学生で開けてプッと出たら頭蓋骨が出てきて、えっと思って、その後の記憶はないのよね。
どうやって家帰ったのか、まあ、いくら思い出しても思い出さないけど、その辺からなんか変なのが取り付いてんじゃねえかなと逆に思っちゃってんだけど、っていうかもうなんていうの、そういうのが来やすい状態、そういう状況なんだね。最近は2月ぐらいに、今年のですか、今年の2月に仕事場でちょっとまた仮眠してたら、なんか来たなと思ったら、わーってなって、これすぐ追い払って大丈夫だったんだけどね。だからね、で、車には、般若心経のタオル、手拭い入れてるけどね、まあ、聞くかどうかわかんないけど、でも、これで聞いたから、もしかしたらいいのかもしれないし、と思ってやってるんだけど、まあ、そういう話で、もっと、喋り方のこの階段のうまい喋り方だと、もっとうまい具合にね、静寂からさ、わーってやるといいんだろうけどね。ただ、作り話じゃないから、そのまんまリアルにやってるけど、とにかく、怖い、うん。苦しい。苦しいんだよね。それが困るんだよね。本当にね、助けてほしいって感じで、もう、すごい声出してたらしいんだけど、本当にね、あれはもう、で、わかるんですよ。あ、来るなと思ったら来るんですよ。ほんで、またこう、また苦しいんだよね。金縛りと違うんだよね。金縛りはまた筋肉のあれだろうけど、そうじゃないから、なんかもう息が止まりそうで、とにかく苦しいんで、そういう経験が何回もあるのね。多分、なんとか精神的に病んでる人とか、体力はない人なんかは、そういうのがふっと取り付いたらいきなりこうぼーっていって、ビルから落っこったりとか、それから道端でふっとこう車に轢かれたとかって、そう誘導されるんじゃないかと思って、だからやはり精神的に鬱になっちゃったりなんかすると危ないなと思ってね。だからやっぱり体鍛えておかなきゃいけないのかなと思ってんだけど、とにかくね、その苦しみっていうのが、なんていうのか、水の中で溺れた時にこう息ができない、あんだような感じかな。苦しくて苦しくて、とにかく呼吸をこうやってる感じなのね。だから半分寝てるか半分起きてるかの状態なんだけどね。だからその夜話するとね、この首吊りの話は夜話すると鳥肌立つね。